と直せ、説明してやるから。君は、元白子だ、名前はかい？さっさと直せ、事情が知りたいんだろう。随分うちが悪いな。じゃあ彼がろ過の知人か。でも元ってどういうことだ。それにハズトカナと同じ人だ。ただし見える、彼を直してくれすぐに。うん、もう二人は薬で直したから、彼も直すね。そうか、そういえば能力の効果を具現化できるって言ってたな。便利だな。あなた、魔獣だね。ああ、だが元は神獣だ。別に種族は気にしてないよ。魔獣は闇世界の法則にのっとるから、ちょっと治療方法が変わるだけ。はい、終わり。あとは魔人化してるその子だけだね。いや、今ガキを直すな。今このガキの精神は。どうしたの？契約だ、一方的な。相手にとって悪い情報は全部封じられてるってことか。ならなぜロカがこうなったのかも言えないというわけか。ああ、言えないな。だが俺を現実世界に出してくれたのはそのガキだ。なるほど、大体つかめたわ。ロカの精神世界に変なものが入った。それがロカの中で悪さをしている。その悪さが原因でロカの姿が変になった。それで精神世界でロカとあんたはその原因と対峙したが負け、ロカは自分を犠牲にしてあんたを現実世界に放り出した。だけど、その時にはあんたも勝手に契約を結ばれ、情報を制限された。ちょっと、何勝手に人の体の所有権を取り合ってるの。ほう、大罪の巫女姫本人がここに来たか。それは敬意を払わねばならんな。大罪の巫女姫、私は四季の巫女、大罪なんてこれっぽっちもわからないよ。お前の大罪の巫女、ワリオによって開花したものだ。俺がお前の中に宿ったのは想定外だったらしいがな。なんでリオ先生。まだ分かっていなかったのか。まあいい、どっちにしろお前は先に杭を打たれた。情報を出すことすら許されない。じゃあとりあえず出て行って、うちの白子にひどいことして。こいつはもう白子ではない、大魔獣でひもす、大罪の獣だ。力も以前の数十倍は上がったか。現世にも出せる。なんなら今まで通りお前の神格として使えばいい。あなたの目的は何？どうするつもり？まずはお前の魂と融合し、不完全な大罪の巫女を開花させる。その後は俺の器としてこの肉体をもらう。それだけだ。すっごく最低じゃない？犯罪だよ。未成年の体を求めるなんて。このロリコン、フェミニスト、カッコつけ。あまり我を怒らせるなよ。今実際、お前の肉体の権利は俺だ。肉体が朽ちるまでお前の大事な人間を傷つけるぞ。やってみなよ。どうせ1割程度以下でしょ。その程度でお父さんたちを倒せると思ってるなら浅はかすぎるね。あのガキ、怖いもの知らずか。いや、違うか。精神状態のガキに手を出せないと分かっているからだ。今のサタンは一方的な契約状態。それでは力が発揮できない。真打ちの契約と同じだ。つまり今あのガキを殺せば了承を得る機会をなくし、不完全な状態でこいつの体を乗っ取ることになる。ついさっき現実世界で東野の野郎に負けたからな。サタン自身がそれを理解しているんだろうな。あのガキ、頭だけは本当によく回る。やっこ、今すぐこの場所から抜け出して。今私がこいつの注意を抜けてるから、抜け出して。ふざけんな、俺がお前を見捨てると思ってんのか、ガキ。どうせここにいたって何もできないでしょ。ベッドにされたいなら気にしなよ。そもそも変な魔獣に進化してるし、私がここに来たら負けてるし。そうかよ、ならこんな場所、こっちから抜けてやるよ。戻る。戻らなくていいって。手をあげるんだ。こんな弱くて可愛い私に手をあげるんだ。最低、男のクズ。ああ、器小さいな。そう、リオよりも面倒くさいぞ、この巫女姫。敗北はしてないし、犠牲にもなってないな。あのガキは、むしろ押してたぜ。だがどうする、あのサタンを黙らせたいが、手段がねえし、犬死にさせるだけだな。やっこが黙った。よほどひどい環境なのね。許せないわ。強さはどれほどだ？お前では手も足も出ないレベルとだけ言ってやる。そうか、ならロカの精神世界に行こうか、やっこ。聞いてたのかよ、お前じゃ勝てねえって言ってんだよ。案内しろ、やっこ。親だからか、意地になってんのか。だがな、負けると分かっている戦場に俺が案内するとでも思っているのか。ああ、親だ、そして意地だ、そして何より大事な娘が今もなお頑張っているなら、犬死にだろうが何だろうが助けに行ってやるのが親だろうが。見ればわかる、まだロカの所有権は完全に奪われていない。そしてまだ理性が戻る可能性があるなら戦う。だからお前も外に出たんだろう。諦めきれないからここに立っているんだろう。悩んでいるんだろう。なら答えは一つだ。結果死してでも自分の守るべき人を守れ。生き様に後悔したくないならな。お前の決意を見せろ。どうしたいんだ、逃げ出したいのか、それとも守りたいのか。逃げ出したくねえよ。だけどよ、感情論でどうにかなるなら苦労しねえんだよ。言い分はいいさ。だがな、意味のない死をあのガキの前で晒して何になる。追い打ちをかけたいのか。そりゃあ自己満足ってもんだ。エゴだ。弱い奴には何もできねえんだよ。
お前がそういうことを言うか。ロカに影響されたな、やっこ。選べ、ロカに好かれる自分、か、ロカに嫌われる自分、か。お利口でいたいならここにいろ、だがロカの意志を背きたいなら行くぞ、お前も戦え、やっこ。俺は、話は聞かせてもらったぞ。リード教だ、そこの魔獣も態度を隠しきれていない、わかりやすい獣だ。正直、干渉する気などなかったんだがな、いいものも見せてくれたお礼だ、私が手伝ってやろう。主様、帝オーラを私にくれないか、条文だけでいい。ネル、この流れでネルが行くの、俺やセッカも聞いてたのに。奥手で陰キャな主様、むしろこの件は主様が表に立たなければいけないだろう、何のための従属だ。いけるのか。誰に聞いている、あの子娘の中にいるやつ程度、服に埃すらもつけさせやしないさ。心強い、なら頼めるか、ネル。ああ、だが行くのは私一人だ、他は足手まといだからな。俺も行くよ、主が安全な場所で見てるだけなんて。鈍感な主様、女心を分かれ、あまり好意を持つ者に自分の醜態を見せたくないのだ。そっか、なら任せる。褒美には期待しておこう、主様は私が言ってる間、褒美のことだけを考えているのだな。少し教育してきてやろう。ふむ、いい魔人だ、少ししつけてやれば、いい戦力になる。当夜だったか、中にいる魔人は飼いならしても問題ないかな。悪影響は出ないのか。最初は出るな、だが慣れればこの星一番の戦力になるだろう。薬のようなものだ、使い方次第で毒にもなるという感じだな。なら構わない、中にいるロカがそれを了承するならな。そうだな、宿主がいらないなら消した方がいいな。こうやって入るつもりだ、俺のような従属じゃねえとゲートは繋げねえぞ。ならお前は来い、道案内しろ。お前はこの宿主の従属だろう、ならお前は外野に立つな、ついてこい。この女、まだ強さを感じれないぞ。いいのか、こんな奴を連れて行って。早くしろ、不安なら私が死んだ後にお前が戦えばいいだろう、何を悩む。いいぜ、そこまで言うなら行く、絶対に助けないからな。頼むぞ。あと、油断するなよ、せっか、もしろかの中にいた奴が出てきたらここにいるみんなで止めないといけないんだからな。守りたい気持ちはみんな一緒だ。まずは任せよう、寝るに。わかったわ。私だって相談してくれたら待遇を考えるよ。でもね、勝手にされたらこっちだって怒るよ。魔王かなんか知らないけど女の身礼儀も知らないの。バカなの。お前、我が怖くないのか。はぁ、怖いけど、だから何、怖いから言うこと聞いてくれると思ってるなら勘違いもいいところだよ。今からね、殺されたり苦痛を与えられるくらいで怖がってたら戦場に何回かないっての。入る器を間違えたか。自我が強すぎて全然乗っ取れない。あいつだ。ほほう、精神力で全然負けてないな。相手も臆してるではないか。そもそもあのガキは俺すらも抑制できないわがまま野郎だ。しかも口も立つし頭もいい。口喧嘩で勝てたことねえよ。その威勢の良さ、少しはうちの主様にも分けてほしいものだな。従属にヘコヘコしてるような人だからな。それで、あの赤い悪魔を黙らせればいいのだな。任せるようで悪いな。構わん、だが後のことはお前らで決めろ。結果の妹、お前に聞きたい。誰だ、お前は。この人、駅前で会った、アトミーの従属の人だ。何、ちなみに私はロカだよ。ロカ、目の前のこいつをどうしたい。服従か、殲滅か、財閥か、見逃すか。服従で。強いのはわかるし、そこまで悪い奴じゃないから、できるなら私がちゃんと地位が保たれる形にしてほしいかな。よく言った、その器の広さ、感銘を受けた。ならば半殺しでとどめはロカに譲ろう、こいつを服従してみせろ。大罪の大魔人サタン相手に悪い奴ではない、と抜かしたか、あの巫女姫は。面白い。お前もあまり図に乗っている年よりも恐ろしい思いするぞ、小娘。そうか、聞き流しておこう。私の名はネル、私の持つ二つ名を教えてやろう。赤の暴帝、残落で無慈悲なミガドルエデン最強の暴落の帝王だ。お父さんとドリコが言い合い始めちゃった。どうしよう。さっきまで私とお父さんが話してたのに。会話の中に入るのもあれだし。そうだ、お父さんが何か言うたびに。そうだそうだ、お父さんの言う通りだー。って入ろうかしら。なんとも言えない味馬感。主様、私たちどうしてたらいいかな。聞いてよ、そして頃合いが来たら行くんだ。主様、主人公なのにそんなのでいいの。教えてやろう、ミゲル。俺がこの場面で出しゃばるとな。生きんな、下がれ、下手れ主人公。空気読めよ。何でもかんでも首突っ込むなよ、うざい。パト嫌いになりました。偽善者は黙ってろ。って俺アンチが騒ぐんだよ。実際のミスも奴らは許さないんだ。気を引き締めろ。物語的原因じゃなくて、外部的原因だよね、それ。うわ
隊長怒ってるわ、怖ー。静かにしろ、黙って見てろファルドラ。いや、僕たち空気じゃん、すっごく気まずいじゃん。いや、本当帰りたいんだけど。帰れないだろ、黙って見てろ。あ、電話だ。みんな、元気、仕送り、ありがとう。絶対嘘だろ、どうした、今日のお前嘘にキレがないぞ、体調不良か。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。